さあ、行くぞ。どうも、こんばんは、ゆらとまです。今回なんですけど、モンスト初の企画ものをやっていきたいと思います。で、簡単にルール説明していきますね。まず、重心化した5天使とスライムのみで近畿を繰り出していきます。なんでね、その企画の名前が天スラ。5天使の天使とスライムで天スラとしています。で、2つ目なんですけど、パーティー編成は冒頭で話した5天使とスライムさえ編成していれば10とします。なんで同キャラも複数ありとなります。で、3つ目なんですけど、ワクワクの意味は20とします。これはね、その近畿の高階層になっていくとかなり少なってくるっていうのもあるんでありとしています。まあ、ただしね、その極力振らないようにはしますと。はい。で、4つ目なんですけど、紋章に関しては勝てない時だけ検討とします。なんですが、フレ枠の紋章に関してはそこだけすいませんが許容させてください。で、5つ目なんですけど、まあ、これはね、スペシャルアイテム以外のアイテムも極力使わないようにはするんですが、スペシャルアイテムは絶対に使いません。っていうのもね、使ってしまうと15層までかな、実装されてるんですけど、かなりぬるゲーになるかなと思うので、これはね、使わないようにしたいと思います。ただ、その今後ね、そのやっぱどうしても無理ですって時だけちょっとすいませんって謝るかもしれないです。はい。で、6つ目なんですけど、運極ボーナスはありとさせてください。っていうのもね、この企画を思いついたのが近畿が終わる少し、本当に何時間前なんですよ。で、今回ね、できる限りこの階層というか近畿を登っときたいっていうのがあるんで、ここだけね、その時間短縮のためありとさせてください。で、7つ目なんですけど、挑戦権は自由といたします。これも、まあ、極力ね、使わないようにはするんですけど、もうすでにね、厳選しちゃってるキャラクターとかもいるので、ここだけすいませんが許容というかね、させてください。はい。ということでね、企画説明は以上ですと。で、早速ね、ボス戦なんですけど、まあ、正味ね、この企画なんですけど、10階層までは、正味ね、楽々クリアできるかなと思ってます。なので、見せ場が多分ね、ないんですよ。あったとしても、近畿の極第3層の、初手11万ぐらいかな、ダメージ飛んでくるところの打ち方をね、多分注意するぐらいだと思うんで、あんまり見せ場はないと思いますが、まあ最初の方はね、そのラジオ感覚、とりあえず流してみよう感覚で流してくれると嬉しいです。あとはね、そのコメントとかで、まあ頑張れとか、企画楽しみしてますとか、何かそのコメントいただければモチベーションにつながるんで、コメントとかね、高評価とかもよかったらください。はい。でね、その近畿の極第1層、今はねラミエルカウンターでやってるんですけど、これね、もともとその近畿始まった当初、本当に一番初期の実装の時って、その毒我慢必須だったんですよ。今ねラミエル1体しか毒我慢、まあ、ついてないんですけど、必須で、そのね、毒我慢の源泉。今みたいにね、その神殿も、その、必ずね、その、頑張れば、欲しい身が手に入るようなシステムじゃなくて、もう本当にバラバラだったんで、毒我慢を粘る。まあ、実況者、モンストのライブしてる方とかでも、3時間ぐらいかな、毒我慢出ずに頑張って粘ってるっていう風なあったんで、近畿の国ゼロ層って言われるような、まあその、なんやかね、黒歴史、モンスの黒歴史のような言葉も生まれるような階層やったんですけど、まあ、やっぱ時代変わったねって思うよね。ラミエル簡単に行けば、その毒我慢とかなくとかね、行けますし、スペシャルアイテムでね、HP2 倍にもできるんですけど、それなくても行けるっていうのは、かなり、もう楽になりましたよねっていう風な感じです。で、あとはここはもう状態上回復して SS2 段階打ったら終わりと思うんで、そちらの方で終わらせていきたいと思います。はい。ということでね、もう最後になるんで、ご視聴ありがとうございましたっていうところと、まあよかったらね、また企画ものどんどんこれも続けていこうと思うので、見に来てくださいっていうところで終わりたいと思います。はい。ストライクショット。はい。ということで、
バイバーイ。